金曜、ビリです。今日のホエム、文学 YouTuber です。イギリスロンドン旅、12月3日の朝8時でございます。スーパーマーケット、ウェイトローズで買ったプルティーヤが朝ごはんです。チキン&ベーコンシーザー、いただきます。マグカップにトマトスープも入れました。飲んじゃったけどマンゴージュース、これマジで美味しい。うん、一日の始まりが楽しみだ。見えるかな、ロンドンめちゃくちゃ寒いです。耳痛くなってきた。行きってマフラーと帽子を置いてきちゃいました。朝のお散歩でビートルズのアルバムのジャケットとしても有名なアビーロードを通って、ここアビーロードスタジオにやってきました。本で言うならば平野啓一郎さんのマチネの終わりに、で天才クラシックギタリスト牧野がレコーディングしたスタジオでもあります。再び地下鉄へ。でかすぎない博物館、なんと入場料は無料で、撮影もね、常設展は OK ということなので、太っ腹。嘘じゃんこの大きさ。日本語ガイドと音声ガイドをゲットしました。この大英博物館の重大遺物っていうのをまずは巡っていきたいと思います。やばい、大きい、すっごい興奮してます。シリアの獅子のレリーフです。これが王です。ライオンを殺すことで王の威厳を保ったそうです。鳥の人、元は赤と白で塗られていたそうです。国ごとにブースが分かれてます。アメリカ行くぞ。氷がたくさんいるんですよ。草間弥生感が。みんなお腹痛そうです。この子が気に入りました。ガーン、ジャパンエリアが4日まで見られないということで、ギリギリ行けない。これすごいです。自分の見た場所が勝手に記録されていて、観覧メモまでできます。今は展示されてないものとか、ブース自体がメンテナンス中のところもあったんですけど、大英博物館内で各国を回ることができて面白いですね。朝と同じようなものを買ってしまった。お昼ご飯食べて休みながら、次はどんなルートで行こうか練ります。決めました。啓蒙主義の旅に行ってきます。キンキラキン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 、ピカ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 。なんだこの空間は。ヘラクレス、見事に磨き上げられています。 The King's Library、 このジョージ3世の蔵書が展示されているんです。至る所に本本本本、とんでもない蔵書数です。目指せジョージ3世。これが世にも珍しい白鳥のチュロスです。ヒエログリフの解読、ダヴィンチコードに出てきた羊皮紙に酸がつけられちゃう仕組みのやつに似てませんか。考古学の始まり、天文学、いかに知ることが大事かっていうのが分かる場所です。少し休憩を入れまして、
最後は古典世界へ行ってまいります。これをまた見たかったんですけど、さっきと違ってピンク色にライトアップされてます。綺麗。ワニと組体操、本コーナーがすごい。ありがとう、大英博物館。あったかい麺が食べたい。一風堂ロンドン。餃子が一口サイズ。一風堂食べたことないので味比べはできないんですけど、いただきます。イギリス1日目2日目してますが、ラーメン食べたくなるっていう。ラーメン1つで13ポンド1500円ぐらいで、お水もね別でかかるし、あ、物価が結構高いなっていうのを感じてます。ただいまロンドンは朝の8時半ぐらいですね。朝ごはんをまたスーパーで買ってきたので、今回はサーモンラップを食べます。本格的日本食って書いてありますからね。見て、わさびと醤油もついてます。たくさんのお寿司のパックが並んでましたよ。創作っぽいのが多かった。いただきます。日本の方が美味しいけど、これも美味しいです。今日もいろんなところ行くんで、みんなついてきてね。今日も京都で大英博物館にいます。昨日ほぼ丸一日いたんですけど、ちょっと足りなかった。まだ見たい残りのものはエジプトのブースを中心に見て回っていきます。昨日だけかなと思ってたんですけど、やっぱ今日も大きかったですね、大英博物館。日本語ガイド借りたんですけど、スタッフのお兄ちゃんが昨日と同じ人で、なんと覚えててくれました。あんだけたくさんいたのにね、すごい。開館したばっかりなんで空いてて、まるで独り占めしてるみたい。ゲベレイン人です。5500年前のものが発掘されたんですって。防腐処理がされてないんですけど、エジプトのバクテリアのいない砂漠でこのように保存がなされていると。断面が見えます。あ、古代エジプトのメイクパレットです。動物は横向きになってるのに対して、人間は最も魅力的に見える部位を合わせて、このような一見不自然な形に見えているんだそうですよ。みんなでスケッチしてます。冥界に行くための船だそうです。水先案内人。大きすぎ、迫力がやばいです。これがこの中に入って、それがさらにこの中に入って、まるでマトリョーシカですね。世界史では必ず覚えますね。死者の書でございます。アヌビス神、トート神、オシリス神。心臓と羽の重さが同じでなければ、このワニの頭、獅子の上半身、そしてカバの下半身をしている怪物に食べられてしまって、次のステージへ行けません。このフネフェルの運命はと言いますと、オッケー、無事オシリス神のもとへ行くことができましたね。なんという設定を考えたんでしょうね。こういうストーリーがいいですよね。面白い。猫のミイラがある。ラメセス2世の胸像です。猫は神の化身と考えられていたそうです。スカラベが見えます。かっこよすぎでしょう。前足は何本ですか？2本ですね。横を向くと、あれ4本、つまり 1,2,3,4,5 本。どこから見ても竹だけしく映るように視覚的な工夫がなされてるみたいです。ウルのスタンダード、用途は未だに謎の箱らしいです。ウル、ウ
ルグ、ラガシュとか習いましたけど、こうやって実物見るとね、もっと興味湧くんだよね。ヤギだってもののけ姫みたい。ギルガメッシュ女子誌が刻まれているくさび型文字の粘土版です。今でいうところの本ということで、元祖本。くさび型文字を読めるのは世界で数人しかいないんですって。2500年以上前のくさび型文字、あなたは読めますか？ちょっと文字にも見えないよね。かわいい。ワシとライオンが合体したグリフィン。はい、これで今回のね、見たかったものにおいては悔いはありません。お土産もたくさん買いました。ノベルズプレゼントもございますので、お楽しみに。現地の様子は前半の動画でお送りしているのですが、まだまだ言い足りないところがありますので、ここからは大博物館、一体どんな場所だったのかを詳しくお話しし、そこで私が感じたものっていうのもお伝えしたいと思います。